皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットパートナーの卓球丼です。カットマン初心者向けになります。カットが安定する3つの角度とは、これを今日話をしていきたいと思います。今回の対象者は卓球初心者の方、初級者の方ですね。カットが安定しないという方は皆さん参考になる話だと思います。よろしくお願いします。伸びないようにしたいですね。カットマンの方からですね、こんな質問を受けました。私はカットをするときにどうしてもしゃくってしまう。しゃくるっていうのはですね、カットをするときに、まあ、多分切ろうとするときなんですけども、こういうふうにしてしまう。はい、バックカットの時もこういうふうにしゃくってしまう。こういう癖がありますと、どうしてもこういうふうなカットになってしまいます。ただこのカットをしていると安定しない、まあ、カットがオーバーミスしたりネットミスしたりどうしても安定しませんと。どういうふうにしたらカットというのは安定するんですかというふうな質問を受けました。じゃあ出します。でこれはですね、結構初心者の方、あれ初級者の方ですね、カットマンをやられた時に、カットが安定しない原因の大きな一つになっています。その場合どういうふうにしたらカットが安定するのかというのを、今回お話ししたいんですけれども、結論としてはですね、要はしゃくるということは、この一定した角度ではなくて球が当たる ところっていうのがここだったりここだったりここだったりというふうに、しゃくる間にどこの角度で当たっているのか自分で分かっていない。これが一番の大きな原因なんですね。なので実際しゃくってしまうと、ここで当たったりここで当たったりここで当たったり、いろんな球の部分を捉えてしまっているので、まあ、安定しないっていうのは もちろんのこと、自分でそれが分かっていない。例えばこのボールだったらここで取りたい、でもこのボールだったら真下で取りたい、そういうふうなカットのスイング内訳というのがきっちりできていないのが原因なんですね。はい、この場合安定する3つの角度というのをきっちり覚えていただくと、要はこういうボールの場合はこの角度っていうふうに理由付けができるのでしゃくらなくなります。その3つの角度というのを今日ご説明したいんですけれども、まずその3つというのは、敵がどういうふうな強いボールを送っているのか、どういうふうなボールを送っているのかというのを3種類に分けたやり方になります。1つがもちろん強いボールです、強打です。1つが強打、そして2つ目がつなぎのボール、これが中打になります。中ぐらいの球ということですね。そして3つ目が弱い球、例えばナックルドライブですとか、全然こっちに飛んでこない弱い球、あるいは角度打ちですね、角度打ちでふわっとこう来るような弱い球、この3つによってカットのスイングっていうのは変わってきてしまいます。まず強い球は敵のラケット、敵の球ですね、敵の勢いを利用しますから、必ず強い球はボールの後ろ側をカットします。ボールの真後ろをカッコするということですね。そしてしゃくらないようにそのまままっすぐスイングすること、まっすぐスイングすることが一番大事になります。まっすぐですね、しゃくるというのはこうなってしまう、まっすぐスイングする、バックカットもそうです、まっすぐスイングするということを意識していただく必要があります。そして
2つ目は、中ぐらいですね。相手がつなぎのちょっとした低いループドライブですとか入れに来たボールなどになりますが、中ぐらいのボールは斜め45度をしっかりと取るということです。これもまたしゃくらないように気をつけていただいて、まっすぐ振り切るということ、まっすぐ振り切るということを意識していただきます。3つ目、ナックルカットですとか角度打ちのふわっていう風なボール、これはボールの 真下ですね、真下をカットで取りたい。なので、しゃくらないようにしていただいて、ボールの真下をまっすぐスイングで取っていただく。本当にツッツキに近いような角度になると思いますが、ボールの真下を取る。伸びないようにしたいですね。伸びないように、この3つです。一番強い球は後ろを取る、つなぎのゆっくり中ぐらいの球は斜めを取る、全くかかってないような角度打ちや、あとはナックルドライブなどは真下を取る。その3つのスイングをまっすぐ振り切っていただくことによって、しゃくるということがなくなると思います。はい、これも実際にこの後ですね、悪い例といい例を混ぜながらやってみていきたいと思います。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。